コブラです。 F9 一応コメント欄でリクエストがあったやつ、はい、ロフトはロフトが今これ9度シャフトが US の純正なんですかね。アトモス藤倉さん、スタッフの私物ですまだシール貼ってあるし、どうなりますか、どうなりますか、はい、お、思いのほか捕まった。ロースピン。はい、思いのほかロースピンで捕まって。事前の予想はバーンって右に行くイメージしかないんですけど。行ってくる。まあまあいいね。はい。行ってくる。これが打つよ。いいな。よかった。いや、すごい乾いた感じの打感なのが特徴ですけど、聞きたいのはやっぱり空力を感じてるかってことですよ。空力が特徴だから。空力？うん、そう。俺はね、振り切りとかさ、速くなった。感じる。 2ぐらい。 2? あ、でもね、体がなんかあったかくなったけど2? いや、むしろそれ僕むしろこっちの方が気になってるんですけど、これそれはアーコス、アーコス、うん、これでなんかこれ接続しながらゴルフ行ったらデータが取れるんでしょ。データが取れる。むしろトラックマンとか持ってる身としてそういう方が楽しすぎない。 GPS でね、あんまり私の中にしても2メートルはなかなか伸びないけどあんまり空力に興味は湧いないんですけどあ、すげえ、いいと思う。いいと思うじゃないですか。音も乾いてるし、上級者向け。ちょっとヒールだなと思ったのは、まあまあいってます、うん、スピンもまあまあ入ってますけどね、うん、どこに当たって、上ですか。なんか上目。あ、てか知らないうちに T が44になってた。失礼して。俺そんな高く来たから、そこまでは高く来ない。でも258飛んでます。天ぷらで258じゃ大したもんですよ。そうですよね。曲がんないで。ファウラーもデシャンボーも使ってるんだけど、まあ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 、なんかもっとドッピ泣きで捕まんないっていうイメージがあったんですよ。勝手なイメージですよ。これのイメージでしょ。これも打ってみてください。なるほど、うん、俺の私物、ね、これもスタッフの私物ですっていう。コブラのドライバーのイメージってこれが結構大きいんだよね。これはね、初速出るんだよ。重心距離がとてつもなく長くてめちゃめちゃ捕まんないっていうね。だからコブライコールもう本当にシャットにしないと捕まりませんみたいな。で、重量が重くてっていう、それこそあの昔のピンみたいな。捕まえて打つのは一番飛ぶ気がするんですよ。飛ぶか飛ばないかっていうことで言えば物理的にはそれが一番、うん、重心距離短いものをいくらやるよりも絶対エネルギー量多いはずなんで、うん、これ刺してあれしてます。これあれなんですよ。シャフトを一緒、あ、絶対こっちもいいですよ、うん。シャフト変更、黒影 XT、はい、ちょっとグリップがすごい太い下巻30ぐらい。ああ、
なんかね、持った瞬間、こう、棍棒みたいな。ほら、フックが嫌いだから。フックしないくらい。だから、もっと、それでも細いんですよ、俺には。ものすごい太いやつだから、俺、スーパーストロークでいいなと思って。練習器具じゃねえんだよ。スーパーストローク、真面目な話、スーパーストロークドライバーに入れると、ルビーハンですからね。面があっちゃいけないですからね。はい、むしろこっちのシャフトの方がいいですね。いやでもね、なんだろう、全然その事前の僕の中の勝手なイメージは捕まんなくて苦労するんだろうなみたいなイメージだったのが、これいいじゃないですか。これレベルです、レベル、はい、レベル飛んでる、いくらですか。いやいや、スピンも、まあ、ちょっと多めっちゃ多めですけど、ある意味でも適正よりちょっと多い方が、まあ、球としては安心ですよ、コースでは。少なすぎるとやっぱりシュッてこうチーピンっぽいのが出るので。男子プロ結構3000ぐらいで打ってる、3000ちょいぐらいで打ってるって言いますもんね。スピンはあった、やっぱね、あの球技ですから回転でコントロールをしてるわけで、回転少なすぎるのはそれはそれでちょっとおっかないんです。で、ピッティングするじゃないですか。2000、3000ぐらいにして飛ぶじゃないですか。で、飛んだ飛んだ、中央飛んだって喜ぶじゃないですか。だけど、2、3回すると、プロはまた元に戻ってるんで、うん、そのクラブでも。だから、自分の好みのクラブがあるから、安心できる。かかっちゃったけど、あんなもん。空力はどうですか。空力感じませんけど。感じないですよ。スパーンってこうなんかヘッドが走ったりとかはないんですか。むしろね、クラブスピードだいぶ遅い。そう、これそれも数字を見てるんだけど不思議なんだよね。2ぐらい遅い。おかしい。もっと触れてほしいやつ。あのこれもね、こっちの方が撮影の終盤だからって書いておいてください。もうここまで380球打ってますって書いててください。380はまあね、アップも入ってますけど。有識者がね、一斉にあれだけ高評価するっていうのはもうあんまりないんですよ。だから相当優れてると見てるんですけどね。まあまあ低スピンで、まあでもまあまあいいデータなんじゃないかなと思いますけど。音がやっぱりなんていうか上級者好みですよね。音乾いてますね。スパーン。あの思ったより球捕まるし、で思ったよりこう球上がるし、球の割に。でかといってスピンがそんなに極端に増えるわけでもないし。バランスもいい。そう、あの今のその一言で言ったらバランスいいんです。空力感じるのこれ。ヘッドスピードが速い人の方が感じるはず、理論上は。そうですね。これいい球だ。これいいね。打つね、打ち慣れてはきたんですよ。もう終わりましょうか。曲がんないですね。そう、曲がんないんですよ、うん、だから打ってて楽は楽です、うん、ゴルフはしやすそう。